湯気神社は、熊本県熊本市にある神社。白川右岸の立田町湯気に鎮座するが、対岸の上、湯気神社と共に、湯気神社と総称される場合もある。法王さんと、通称され、湯気神宮とも称する。川を挟んで二座の湯気神社が鎮座する形式は、当社以外にも八尾市の湯気神社、久留米市の湯気神社等があるが、関連は不明である。貢献天皇を祀るが、 当地では、お藤姫と称したという。下上海峡木国の女神座像を神体とするが、これは明治45年に火災にあって消失した神体を新しく彫像したもの。上気封じや夫婦は合小さづけのほか、五国豊上に、神徳ありと伝えられ、祈願の際には、木彫りの男女の世紀を堅じる風習がある。天少年間に、薩摩国島津氏の家臣である。 川上忠賢、県、新色忠元の両省に焼き討ちされ、社殿の消失、社宝や記録の紛失を見たために不明である。近世には、法王大明神や法王大明神社と称された。有ミ坊、有ウ坊という両人が身体を守護して、勘定したのに始めまる、とも、後白河天皇の時代の創始とも伝えられ、 宮崎八田夫という者が最初のお付き人であったとも言う。明治45年に社殿を消失しているが、その原因は当神社に祈願成就の例として断根を収める風習があり、その放納物が床下に充満していたために、明治末期に警察が風俗回乱を理由にすべて焼き捨てたためであるとの公費があり、村内にも火災が多発していたという。 消失のよく対象2年に再興したが、放納物は別途を設けて、そこへ収めることにしている。近世には9月19日が祭日で、明治の改歴で10月19日とされ、明治中期には7年に一度と改められたが、現在は10月17日に霊祭が採行される。王子は神社の西の締めだけという河原まで進行が行われるとともに、祭日には、 小学みが締め縄を張る例であったという。山道脇に目通り三木周4.5メートルに及ぶ大井町が立つが、この木の巻き貝は子供の夜泣き封じに貢献ありと伝える。また、常述世紀を奉納する風習に関しては、浮気封じを祈願する際に、それに多数の釘を打ち込む者も,も多いという。ありがとうございます。